皆さんこんにちは。こんにちは。吉田由美です。丸間明子です。オキシューでーす。もう合図忘れちゃった。しかも今日日傘持っててごめん。超久しぶり。そして丸穂ちゃん、ね、車見えないんですけど。これだよこれ。じゃーん、ね、ちょっと待って、はい、今日はマクラーレンのアルトゥーラとアルトゥーラスパイダー、ちょっとね由美さんと交互に2台試乗してます。あ、25年モデルでしかも、うん、これなんかスパイダー初、うん、みたいだね。なんだって。そうそうそう。そう、ちょっと前に発表会で見たけど、うんうん、それが日本にも来たということ、うん、この色のさ組み合わせもいいよね。そう、なんか、うん、あっちはね、うん、なんだっけ、ボッケーのイエロー、うん、なんか火山っていう意味だし、燃えてる感じ。ちょっとそっちは覚えてたの。覚えてた。こっちはね忘れた。ね、東京なんちゃら。え、東京ってついてるの？これ東京なんでしたっけ？あれ？これ東京なんでしたっけ？東京シアン。東京シアンっていうね色なんですって。あら、ちょっと東京っぽくてちょっとくすんだブルーみたいな感じがする。あとなんかちょっとパッケージが違ってて、うん、これ、うん、なんかふんだんに、そう、こっちがなんかテックスペックって書いてあったよね。だっけ、うん、でこれがカーボンめっちゃ使いまくりなの、いやーすごい ね走る宝石だよいや本当だよねえ、うん、シートも全然違うね。あ、うん、これね暗いとこで見ると光ってた、うん、あ、そうなんだ、うん、ついにマクラーレンにもイルミが来た来たって感じね。うわ、でもね屋根開いてる車久しぶりに乗ったけど、うん、めちゃ楽しかった。なんか風の巻き込みがあんまりないって評判らしいね。全然ない。だから私さっき暑くてあの帽子かぶっちゃったもん、うん、いや本当にかぶれるから。そうよね。もうね、今日ちょっと東京は気温36度なので、そうもうねさっき35度になってたねえ、なってたから。そうそうね。で、あのおなじみのリフトアップ機能もあって、そうそう、だいたい50ミリぐらいね、上下するので、うん、まあ、今ここ大黒パーキングでちょっと段差あるんだけど、うん、全然大丈夫だったね。大丈夫だった。リフトアップしてから段差越えて、うん、これさどっちも16なんだね。そうなの。どういう意味 16っていうとなんか無限っていうイメージあるんだけどおいおいおい、ね、おい違うだよ違う。これでも確かに、うん、こっちと向こうで見ると、うん、全然シートが違う。そうなの。高そう。こっちはねすごくなんかやっぱりコンフォートって感じ。あ、なるほど。乗り心地も首都高の継ぎ目はやっぱりだんだん来るんだけど、そうだね、その他は全然ね、うん、しっとりしてる、うん、まあ、ね、あの GT ほどではないけど、うん、すごく快適だったよ。あ、なんかねこっちから見ると、うん、シンプルに見える。あ、確かにねそうかも。まあお値段もね向こうちょっとお高いけどね。で、ね、なんちゃらパッケージが余計高いんじゃん。でさ、さっきさ、この、うん、これ聞いたのよ。あ、言ってたね。したらね、これね、なんかメカニックさんが、うん、この後ろのね、うん、やつを途中で止めて、うん、作業するとき用のボタン、なるほど、エマージェンシーのボタンなんだって。これさ、うん、1個じゃない。そう、向こうはなんか違うんだって。向こういっぱいあったよね。そう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 。なんかこっちの方が横広に見えるんだけど。見える。ぐわってね。ね、うん。そうそうそう、なんかこういうボタンがついてなかなか ね見ないとこだから。そう、うん、なんか派手だね。黄色の方が一見派手に見えるんだけど、そうそうそう、こっちの方が中とか見ると相対的に総合的に見て派手、うん、やっぱりカーボンすごい、ね、カーボンすごい。やっぱりこちらのスパイダーの特徴は屋根が開くんですよ、うん、屋根のね、うん、開け閉めはちょっとここです。やってみる。やってみようか、うん、じゃあ撮るよ。じゃあちょっと待ってね、はい、うん、ここです。ドア閉めた方がいいね。エンジン、やっぱりそうでした。おお、開いた開いた。ほうほう、おお、早いの早いの。出てきた。おお、早いね。確かに早い。開けてくれる、うん、開けてくれる。まるもちゃんも開けたいでしょ。うわー、お見事で終了です楽だね。ねいいよ。なんか速度が50キロ以下で開け閉めできるんだよね。そうなの、そうなの。急な雨も安心安心、うん、で
アルトゥーラといえば、うん、プラグインハイブリッド。そうということでね。ねえ、ちょっと充電口とか開けてみる。うん。どこだ？あとさ、うん、帰りトラックモードで帰るって言ってたでしょ。そう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 。で、耐性が強く、ね、強いからね。なって充電がまた溜まるっていう。うん、いや普通さ、うん、エコモードとかね、うん、充電し、うん、するんじゃないかと思うじゃん。うん、トラックモードでね。トラックモードは遠慮しがちなんだけど。楽しみながら充電できるっていう。ね、そうトラックモードっていうとなんか私とかもちょっとビビっちゃうの、うん、なんかもう普段は絶対触らないよね。そう ESC とか聞かなくて自分で頑張んなきゃいけないんじゃないかなって思うんだけど、一般道では絶対触らないモードなんだけど、なんだけど、うん、使いやすかった。使ねー、そうびっくりびっくりびっくりちゃんでした、うん、ちょっと充電口、充電口、すいませんこれ充電口ってどこで開けるか聞いた？うん、聞いてない。すいません、これ充電口ってどこで開けますか？手で開けられます？充電口、ここはガソリンでした、はい、こっちガソリン、右がガソリン、こっちがガソリン、左がじゃじゃーん、はーい、じゃーん、これは AC ですね。通充電ですね、うん、そう。でもほらいいよね、自分で充電、うん、自己充電できるから。そう、家にね。まあね、こういう車をお持ちの方は豪邸にお住まいでしょうから。そうね、これ ね普通にあの青空駐車はないと思う。そう、充電器の一つや二つね、やっぱりすぐつけられるでしょうから ね、ここにさ、ね、そうなのよ、エグゾーストがあるっていう ね、いやだからなんかね音が近いのよ。そうちょっとトンネルの中でスポーツモード入れちゃった。いや入れるよね。音聞きたい。入れるよね。ちょっと窓開けて音聞きたいみたいな。そう、ね、そう、あとさ、やっぱりこうステアリングがクイックだからさ、うん、車線変更がめちゃ楽しい。確かに確かに、ね、そんな感じでした、うん、楽しかったです。楽しかったです。ということで、はい、はい、またね、またね、バイバイ、またね。